はい、いつもお世話になっております、サイド B の酒井です。服部です。本田です。さて、本日は2019年、あってよかったものランキングです。我々らしくですね、景品できるものに絞って、それぞれベスト3を発表します。はい、第3位はですね、はい、シュレッダーです。中林株式会社さん出してる NSE505 というやつなんですけども、はい、これ価格が9870円で、はい、他と比べてすごく僕が購入 の動機になったというのが、はい、基本的にシュレッダーって2、3分とか5分以内しか連続で動かないっていうもの、使えないっていうのが多いんですけど、これは15分連続使用ができるっていうことと、で、まあ、バージョンっていうか、その値段によっていろいろ違うんですけど、まあ、ホッチキスが OK と、うん、わざわざ外す間もなくガラガラガラっといけるっていうことで購入しました。ただね、そこまで細かくないので、細かさを気にしはる人にはちょっと向かないかなと思いますけど、書類が多くて、とりあえずまあ見ながら、じゃあ見ながらじゃあってやりたい人は、特におすすめの商品になっております。第2位です。ピップエレキ版80 24粒、でこれはね、一応事務所用の救急箱の方に入れるようにしてます。はい、はい、でこれがね、815円ということで、首のね、この辺にちょっとうずら卵みたいなコリができて、もう痛いわ言うてて、ずっとシップ派やったんですけど、本田さんにね、ピップエレキ版効くでと言われたので、おまかいなと、まあ、やって試してみたろかいと思ってやってみたら、次の日にうずらの卵なくなりました。マジで、はい、結構我々の仕事肩こりとか結構ねなることが多いので、シップ派の方でちょっとなかなかこりが取れへんとかっていう方は一回試してみはったら、ほんまになくなるんで、ありかなと思います。そして堂々の第1位なんですけども、はい、電気膝掛け NA052H、これ値段3980円ですね、はい、で僕ね、末端冷え性なんです。でサイズもそんなに膝掛け用の電気なので大きくないんで、例えばその足先だけ温めたりとか、まあ、膝にかけて仕事をしたり、で時には椅子の上で油を組んでみると、まあ、全体を温められたり、であとはちょっと横になってみて肩とかにかけたりとか、いろんな使い方ができるっていうので、この小さいけども電気毛布代わりになるっていうのは本当に、暖房つけるよりあったかいかなというところで、もう一番の私のポイントでございます。はい、で私の買ってよかったもの第3位は、はい、マイクロソフトから出てるアークタッチマウス、うん、ということでしてね、今回紹介する3つとも、実は私出張が増えたってことがありますので、うん、でその中でこれはええなというものを紹介したいなと思うんですが、はい、これはですね、ノートパソコンは持ち歩いていいんですが、うん、マウスがねゴツ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 邪魔やったんですよ、うん、これなんとかならんかなと思った時に、うん、これうまいね、薄いでしょ、うん、でこれこう貼っついたんですよね、うん、これねこうやったらスイッチが入るんですよ、曲げると、うん、これでこう、うん、できると、なんと重さ80g ぐらい、ね、で電池は、単4電池2本いるんですけども、だいたい6ヶ月は入れっぱなしで使えるということなんで、非常に重宝させていただいております。はい、第2位、はい、買ってよかったものって言ってるんですけど、うん、まあ、買ったものと言っていいのかどうかわからないんですが、 EXIC ってここに書いてるものがあるんですが、これ JR 新幹線の時の EX 予約っていうのができるためのカードなんですね、うんうん、でこれ年会費1100円払っていただいたら何ができるかなんですけど、うん、これ持ってるだけでピッってやったら本当に切符がピッてする。なるほど、ですよ、切符が出てくる、切符が出てくる、だからこれ持ってるだけで、じゃあどれ乗るのってなんですけど、うん、それはこれ入ったら、ね、スマホで事前に5分前までやる、買い物とかで僕行くこと多いんで、うん、行ったら帰り時間読めないんですよね、うん、だから結局行ってから買うんですけど、うん、外めちゃめちゃ並んでる、うんうん、で特に帰りぐらいなら9時とかで並んでるんで、うん、その時にこれめっちゃ便利 で、しかも、乗る、運賃もですね、大体1000円からちょい引きになるっていうのと、うん、あとグリーンプログラムっていうのがあって、乗るたびにポイントが貯まっていくんですけど、はい、それがある程度のポイント貯まったらグリーン車にタダで乗れる。ああそれはありがたい、うん、はい、すごくおすすめです、ね、はい、では、第1位買ってよかったものなんですけども、うん、こちらこれラブパワーの、モバイルバッテリー6700ミリアンなんですけれども、うん、これ常にね普通のこの
USB の電源として使っとけるんですかね、普段、うんうん、で、使っといて当てかけなっていう時だけ持っていくんで、うん、充電し忘れがない、うんっていうのと、私まず出張行くっていう話をしてたんですけど、新幹線で行きしずっとぶっ刺してたからは使ってて、東京着いたら東京着いたで、うん、結構どこでも使えるっていうことができるので、あの前は別々に持ち歩いてたんですよね、うん、これ190ぐらいしかなくて抑えてきた、ちょっと軽い、うん、っていうのがあります。でまあ確かにね、もうちょっと値段出したら1万とかあるんですけど、うん、意外と出張にはそこまでは必要ないと思ったんで、これ使わせていただきます。はいはい、それでは私の2019年経費で買ってよかったもの、うん、第3位です、はい、こちら、はい、iPad mini 5ですね、はい、お値段は大体6万ぐらいですね、うん、以前からあのプレゼン用は僕 iPad を使ってたなんですけど、うん、結構古い大きいやつだったんで、うん、今回このミニに買い替えをしました。中身はこちらですね、このスマホのリングだけつけてこうやってなるほどやってるんですけど、無線でのプレゼンですね、うん、実際にこう前をうろちょろしながらこれだけ持って行って説明する、うんまあ、その、無線でつなぐやり方とかの紹介はちょっとまた別の動画でやれたらいいかなと思います。結構でも軽くてよかったっていう感じですね、うん、はい、続きまして第2位です、はい、ファーウェイウォッチ GT2 ですね、うんうん、お値段2万5000円ぐらいですね、仕事用に使ってる、まあ、スマートウォッチです。あのお客さんとね、こうこれネタにめちゃめちゃできるんですよ。別の紹介動画、10日間つけたデビュー動画、うん、ちょっと画質が悪いやつなんですけど、時なんでかわからんけど画質が悪かったやつが上がってますけれども、これねずっとその後も使ってます、うん、結構面白いですね。仕事用じゃなかったら買わなかったし、使い道としても仕事の時が本当に一番活躍してる感じがしてますね。はい、はい、今年買ってよかったもの堂々の第1位です。、うん、こちらですね、ティファールなんです、うん、これティファールのアプレッシャーエイジプラスコントロールというですね、うん、少し高いティファールなんですよ、うんうん、で中身はこちらですね、うん、黒いティファールなんです。これ黒やからどうこうって言ってたんですけど、実はこれの秘密はこちら土台の方にあってですね、秘密はここの部分にあります。こんなんついてないでしょ。そうですね、こっちにオンオフがついてる感じですもんね。でこれは保温ができるティファールなんです。で保温も100度だけではなくて、その温度設定があって、うんうん、60度ぐらいまであるのかな、5度刻みぐらいは、うん、でこれはもともとはその60度の設定で美味しい玉露を飲む、うん、あ60度言われたんですね、うんうん、っていうので買ったんですけど、うん、この保温機能がね実はすごく便利で、うん、お客さんが3時に来はるとかっていう風に言うたはってもずれたりするでしょ。あるあるやな。ちょっと早起きはったりとか、うん、ちょっと遅れてきはったりとか、うん、全然あるんで、それはその5分前ぐらいにもうこれ設定しちゃって、うん、でその後保温しとけばやり直さなくて済むというか、うん、これがね結構効いてるんですよ、うん、それいいわ。でもちろん自分でコーヒー入れるのにね、うん、すぐ沸くんで、うんまあ、そう普通のティファールでも もちろんいいかなと思うんですけど、うんうんまあ、3000円とか足して、うん、この保温できるやつ買うっていうのは結構いいんちゃうかなと思います、うんうまいね、めちゃめちゃ活用してますね、うん、ということで私の第1位はリファールアプレッシャーエイジプラスコントロールでした。はい、ということで、個人事業主らしいランキングとなりました、ね、はい、まあ、公開直後にね見ていただいてる方はギリギリ今年の経費に間に合ったんですよね。おまあね、来年でも別にいいと思うけど。Amazon のね、あのリンクを説明欄の方に貼っておきますので、年内に経費使っておきたい方はですね、今のうちにポチッと、しておいてください。はい。はい。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。